いきたいと思います。はい、今度はですねちょっとまともなっていうか全然まともじゃないんですけど、こんなオールドカメラ、かわいいんでですねちょっと買ってみたのですが、なんとなく動作がおかしい、もっさりっていうですね、オリンパス35、他ですね見た時にお決まりのジャパンかなと思って買ったんですけど、もうメイドインジャパンという、表記になってました。ここのところにですねオリンパス35とかですねトップコンのミニオンでしたっけ、こういう形した35あたりでですねオキパイドのやつ、あると思うんですが、オキパイドファンって言ったら変のかな、占領下の日本ですね、まさに、8月15日今日なんですけども、まあまあまあそんなことはあれとして、まあねこうフィルムを巻いてこう巻き止めもカチッと、解除できる、で、あーまあちょ一応シャッターもですね押せばもちゃっと切れるみたいな状況なので、多分メガ的には壊れてない、ファインダーもまあまあ見えてます。で、グリスが回ってネチョネチョっていうのをですね、予想されるので、綺麗にグリスアップしてですね、これはちょっとなんか、撮ってみたいなというちょっと思いました。で、この時代のカメラの面白いのがですね、まあライカにもあったのかな。ここがガラスなんですよね。圧着板がガラス製。で、なんていうかな。多分これ薬品かなんかで腐食させたんですかね。あまりに平面性がガラスなんで、こう、なんていう、ツルツルなところに、真っ平らなところにですね、フィルムがこう行きますし、乳剤面はこっち側ですから、ベース面の方が当たりますので、まあ、例えば今みたいに喋ってて、ピュッてここに唾なんかあってですね、フィルムが来るとですね、ピュッと張り付いちゃってですね、動かなくなっちゃう。っていうのは、まあ、事故が多発したそうです。で、みんなまあ、アルミの板にですね、穴開いてるようなのになっていったんですが、まあ、これはですね、ちょっとこう、ちょぼ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 ってなんかこう、どういうやり方してるのか知んないですけど、デコボコをつけてですね、若干フィルムと、密着しないような、工夫をして、作ってあります。まあ、あとはあんまり特徴のないカメラなんですけどね、とにかく、物がない時代に最小限で、作っちゃおうみたいな、ところだったんですが、まあ、ただあんまりこう使われてない感じでですね、そんなに程度は悪くねえなみたいな、感じがします。さて、まあ、とりあえず上カバーを外すとか、ここかレンズを外さないことにはこの絞りのもっちゃりとですね、まあ、これ、絞り、シャッターバネのもっちゃりですね。これ、ここからこう、スポット抜けるのかな、それとも上カバー取ってネジが、これと対称な位置にあるんですかね、どっちですかね。ちょっとまあ頑張って上カバー外してみたいと思いますが、大抵はファインダー外して中にネジがあって、ここのネジを外して、逆にこうネジないですもんね、なんていうパターンかな。こんなとこもちょっと外さないといけないのかな、なんてことを考えながら、老眼鏡着用で、情けないですが、おー、
フィルムカウンター。まあまあ。これはきっとこのまま外れるんですよね。なくなっちゃってるカメラ結構あるんですよね。外れちゃうから。これはなんだろうな。2枚ガラスがあるだけで上からカバーが入ってるだけだと思うんですが、うん、これ拭けば結構綺麗になりそうな。お、この辺なんかネジが、このネジがね、上カバーだけなのか、あの、今のファインダーを支えてるだけなのか、このカバー支えに、あの、押さえ付けになってるのか、要するに、上カバーだけ止まってるのか、ダイキャストまでいってるのか、あ、これはもう、この長さからしていってます。そうすると、この上カバーの止めになってると。これね、これ多分、これね、でっかい三脚穴みたいなのもきっと開いててですね。これが、これが結構ですね、バキッといくと目立つんで、慎重に行きたいところなんですが、その割には硬い。上にワッシャーか。困りましたね。ん？これは何だ？逆転防止のバネが。なんだこれ。そしてなんだこれは。ちょっとこれも。ついてんのかな。その中は厄介だな。早くも傷がつき始めて。
5ミリの直径なんて書いてある。スナップリングプライヤー買えば。あ、これが一番ぴったりきそうだ。スナップリングプライヤー買えば。もうすでに傷この底の部分に一つついちゃうんですよね。ちょっとスナップリングプライヤーで頑張ってみたいと思います。まっすぐなんだ。ちょっと一抹不安を感じるな、これ。わあ、取った。これやだな、これスプリングが効いてるの腹だぞな。スプリング取っちゃいました。よいしょ。もういらない。はいっすね。ちょっと傷ついちゃいましたが、まあまあまあ、まあまあいけてるかな。なんかいろいろ買っとくもんですね。はい。ということで、まあまあ、じゃあこれはクリア。ちょっとついちゃうな。竹串みたいなのがあったか。あれ？ついてるのって。あれ、なんだこれ。玉ころができたぞ。なぬ？ああ、これ。ここに玉が押しててカチャンって入るようになってるんですね。こんな細かいことやってんだ。玉なくさないようにしないと。さて、これで。フィルムの切れっぱしが、そう、やっぱりこれだな。
つものあのパターンで、ここでネジになってんのかな、ちょっとやってみますが、ちょっと、いや、やっぱり違う。あれ？こりゃなんじゃ？いきなり。いきなりとんざ。ここないよ。だからきっと、これはめ込んであるだけだ。だからこれレンズを外せば、このスポッと取れるんだ。っていうことはここだ。いやー、またこういうか。くっ。丸ですよね。さっきと同じ感じ。同じ音でいけるか？ちょっと無理かな。ちょっとここは。厳しいな。何これ これは硬いぞ。これ。
いや、硬い。なんでこんな硬いの、これ。横からの音が入ってるとは思えないし、いやー、ちょっとこれは何物だ、じゃこれ。しかしこれを外さないことにはちょっと、レンズのケツを外せばもう少し、いやー、でもこれ、そうするとここにまた傷つきそうなんだよな。そしてこの巻き上げ、巻き戻しレバーが外れない。これもな、なんでこんな難しいんでしょう。こんな単純なカメラ。あ、やっぱりネジだな、ここ。ネジです。ネジだ。ってことはこれ思いっきり力入れんの？あ、取れちゃった。いや、これ、折れないかな。怖いな。ソフトタッチがもう一本、ちょっと表袋でやってみますか。どうしてもダメだとちょっと、いや、これ折れちゃう。ネジですね。よかった。しかし、ビタ。で、忘れたぞ。シャッターボタンが落ちた。はい、はい、はい。そうすると、いやー、このね、真鍮の、いいっすね、このなんか、メカメカ。この裏側にメカニズムが眠ってるんだ。これはここを取ると見えてくるのかな。うん、うん、これはまあ
ということはやっぱり次ここですね。はぁ。どうやっちゃったらいいんだろう。ちょっとこれは次回までに考えます。24だもんなないかな。四つで支えないとでも。これぶった切れないかな。手前リング外さないといけない。手前のリングを外してレンズのケツ玉を抜いて少し高さを稼ぐ。あんまりやりたくないんですが傷つかんですよね。絶対いや、硬い。力ないんだよ。あそこのリング抜いちゃう。いや、大丈夫だな。かかってないわ。レンズの取り付け径よりも、後ろの玉の方が小さい感じがします。ちょっとこの、カチカチネジの外し方はちょっと次までに宿題にさせてもらおうかな。絶対バキって言います。これレンズシャッターのネジ面がどこかをこうちょっと観察して、やっぱこの一番手間のリング外さないとダメなのかな。ここの銀色の部分が見えなくもないんだけどな。はい、ちょっと9時回りましたんで、ちょっとこれをここの外し方を次のちょっと力任せに行くにはもったいない、状況なので研究してみたいと思います。あれ？これはこれでいいんだっけ？ま、とりあえず上カバーが外れたのでですね、なんでこんな単純な仕組みにこんな手間取ってんだろうというところでありますが、はい、はい、ちょっと来週までにですね、泣く泣く。多分ですね、4点で支えて一気に力かけないと、これは難しいと思うなーっていうところで、ちょっと頑張ってみたいと思います。いい